皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画2本目は、コーチュージャムシキング、グレースチャンピオンの道2ということでね、ズームが失敗した。で、2最近買ったよっていう人がまた現れまして、なんか、1000円ぐらいやって言われたから、1000円と思って、俺の中では高い。で、カードは入ってた？あったら、カードは入ってました。だから、カード入ってても1000円はなーと思ったけど、説明書も入ってました。だから、説明書入ってても1000円はなーと思って。俺の中ではカードが入ってようが説明書入ってようが500円ぐらいかなーと思ってます。でもまあ500円も1000円もね、大して変わんねえよって言えばそれまでなんだけど、ちなみにカードと説明書とか入ってないで、この、なんていうのかな、カードのパッケージとゲームソフトだけで300円で売ってた。ただ俺その時、たまたま小銭がなくて、1000冊と1万円札と5000冊かな、とりあえず札束しかな、札束ではないな、札しかなかったのよ。で、崩すのもなんだかなーと思って、また後で買いに行けばいいやーって思って、次の日行ったらなかった。誰かが300円で買いました。俺の知り合いが買ったとかではない。俺の知り合いが買ったんだったら多分教えてくれると思う。リスナーさんが買ったのかもしれないし、全く知らない人が買ったのかもしれないし。俺のよく行くゲーム屋さんね。そこはね、割とね、虫キングのゲームソフトがね、300円とかで売ってる。ただ俺の中で300円ってどうかなと思ったんだけど、ちなみに俺、100円だったら、小銭なくても買います。1000円札崩しても買います。300円だったから、わざわざ、札を崩してまで買うものかなという。俺ね、ジュースとかもそうなんだけど、本当に札を、なんていうかな、小銭にしてまで買うべきものなのかなって考えると、買わなかったりとかするんだよね。その時欲しかったら買うけど。なんかさ、札ってさ、小銭に買えるのがなんかちょっとね、だるいんだよね。あんまり小銭を持ちたくない人だから。小銭は小銭であるよ。あるんだけど、まあその時ね、手持ちがなかったということで。そういう時にカードを使うのか。カードって虫キングカードじゃないよ。クレジットカード。クレジットカードでさ、数百円の買い物とかできたよね。俺あんまクレジットカード使わないんだよね。使ったとしてもゲーム機買う時とか。つい最近も、クリスマスプレゼントに、ニンテンドースイッチの、なんか新バージョンあるじゃん。なんか、なんちゃら版。なんか、去年だか今年ぐらいに発売したやつ。なんだっけ？何版って言うんだっけあれ。なんか、特に機能は変わんないけど、画面が良くなったよってやつ。箱探せば多分出てくると思う。それ、なんか、4万だか3万だか、なんかとりあえず、買った時に、現金が4、5万ぐらい、財布に入ってたんだけど、ふと、たまにはカードで買い物するかと思って、カード使いますかって言ったら、使いますよって言ったから、カードで買いました。でさ、買い物するときにさ、全然無資金考えなくてごめんね。カードで買い物するときにさ、一括ですかとか分割ですかとかリボ払いですかとか聞かれるじゃん。聞かれない？もう聞かれるところと聞かれないところがあるのか。まあ、聞かれたんだよ、俺は。一回払いですかとか。一回払い以外の選択肢が俺にはないんだよね。そもそも分割で買うっていうのはさ、一括で払えない人とかさ、一括で払っちゃうとカツカツだからとか、なんか、とりあえず一括で払いたくない理由がある人でしょ？リボ払いとか分割払いする人って。俺みたいに一括で払っても、痛くも痒くもありませんよっていう人が多分一括するんでしょ。もしくは一括の方がいいっていう人。俺分割払いってしたことないんだよね。ない。岡さん、お金に困ったことありますかっていう質問前に来たことあるんだけど、俺、生まれてこの方ね、お金に困った記憶がないんだよね。多分あるんだと思う。例えば、駄菓子屋で、50円足りなかったとか、何々買いたかったのに、100円足りなかったとかのは、多分、幼少期とか経験したはずだ。だけど、多分家に帰ったらあるから、家の貯金箱あされっていうタイプだったんだよね。でもね、俺ね、1000円足りなくて、父親に、1000円ちょうだいって言ったことある。で、うちの父親が、何に使うのとか、ゲーム買いたいんだけど、ダメって言ったら、別にいいよって言って、ちゃんと返すんだよって言われたから、返すのって言ったら、そうだよ、返すんだよって言われたから、借りるのかと思って。で、くれねえのかよと思ったんだけど、なんか次のお小遣いから1000円減らしておくよっていうことで、前借りって形になりました。お小遣いの前借りで、1000円ぐらいくれてもいいやんと思ったんだけど、なんかそれをね、繰り返してると、親にお金をせびればもらえるっていう風になっちゃうから良くないってことでね。うちの父親、母親は割とね、お金を出すときは出すんだけど、なんていうのかな。ここで出しちゃダメだろっていうところでは出さない。わがままに座っちゃうからってことで。でも俺ね、多分ね、俺が記憶にある限り、よくおもちゃ屋さんとかでさ、買ってってさ、なんかゴロゴロ転がってるおちびちゃんたちいるじゃん。あれ多分俺やったことない。
買ってくれないんだったら買わなくていいやっていう人だから。そもそも親になんか物をねだった記憶ってないんだよね、俺。昔から俺って物欲というものがすっごい薄い人なの。あれも欲しい、これも欲しいっていうタイプじゃないんだよね。自分が欲しいものがもう定まってて、だいたいその1個買えば十分っていう人だから、多くをね、求めない人なんだよ。例えばだけど、そうだなぁ。ゲームソフトが10本ありました。このうちの1本だけ買っていいよって言われて、どれか買うか迷うってタイプじゃなくて、これって決めたらそれ買っちゃって、2本じゃダメとか聞かない人。よくさ、どっちも選べないから2本買ってもいいとかって言うじゃない？ 2 本。お菓子を1個までだよって言われたのに、これとこれ迷っちゃったから2個買ってもいいっていうタイプではない。そっちではないタイプ。あ、こっちが美味しそうだからこっちにするわっていうタイプ。まあ今でこそね、何でも買いたいもの。例えばゲームソフト10本ありました。買いますって人だけど。よくさ、俺さ、岡くんってさ、ポケットモンスターどっち買ったとかさ、例えばスカーレット・バイオレットでどっち買ったとか言われるんだけど、俺、毎回、こう答えるんだけど、パッケージ版両方、ダウンロード版両方って答える。なんで4本もいるんだよって聞かれるんだけど、まず、ダウンロード版の利点が、0時。まあその、例えばだけど、発売日がクリスマスだとする。クリスマスの0時からできるんだよ。まあ、正確にはダウンロードするから0時10分ぐらいなんだけど、とりあえず早くできますと。お店に行くよりも。で、じゃあパッケージ版は何して、なぜ買うの？もうダウンロード版あるんだからいらないやんと思うかもしれないけど、パッケージ版はパッケージ版で欲しいんだよね。ということで、いつも4本買ってます。もったいないって言われたらそれまでだけど、まあ俺そういうタイプなんで。だって株とかがたらってね、ダウンロード版持ってるのに、パッケージ版買いましたよって人だから。そういう人です、俺は。割とそういう、そういうところです。そういうところにお金使うタイプです。まあ、お金の使い方なんてね、人それぞれだからさ。なんか話が長くなっちゃったね。それは、とりあえず切ります。それでは、聞いてくれてありがとう。また明日もよろしく。